これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2の1、南山大学自陣44ヤードからセカンドダウン16。プレーナンバー2の2、南山大学ファーストダウン点、ボールオン相手陣32ヤード。19番ワイドレシーバー7番にパスを通し約4ヤードゲイン。プレーナンバー2の3、南山大学セカンドダウン6、ボールオン相手陣28ヤード。でしたがボールをファンブルした模様。この時の所有権がどちらにあったか審判の協議を待ちます。名古屋工科大学のリカは従って攻守交代、ターンオーバー。2-4、名古屋工業大学ファーストダウン点、ボールオン自陣31ヤード。中央へのランプレー、キャリア26番、ゲインは約3ヤード。ナンバー2-5、名古屋工業大学自陣33ヤードからセカンドダウン8。クォーターバック5番、ワイドレシーバー81番にヒッチパス。81番キャッチアンドランで約7ヤードゲイン。2-6、名古屋工業大学サーラン残り1ヤード、ボールオン自陣40ヤード。
記録はハンドオフから中央突破を図りましたが、これはディフェンスよくノーゲイン、フォースダウンになります。プレーナンバー2-7、名古屋工業大学、フォースダウン残り1ヤード、ハントフォーメーションを選択します。ボールオン自陣40ヤード、パンター2番、このパントコントロールよく南山大学陣5ヤード付近でボールデッド、コース交代となります。2-8、南山大学ファーストダウン10、ボールオン自陣10ヤード、2-9、南山大学ファーストアンテン、ボールオン相手陣26ヤード、ランニングバックならばハンドオフから右オフガード付近走り約8ヤードゲイン、ここでホールディング、オフェンスの反則がありました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。反則発生地点から10ヤードバッタイを受け、ファーストダウンやり直しです。ナンバー2-10、南山大学ファーストダウン20、ボールオン自陣相手陣36ヤード、パス成功、クォーターバック19番、ワイドレシーバー13番にパスを通し約5ヤードゲイン、2-11、南山大学相手陣31ヤードからセカンドダウン15、クォーターバック19番、オプションプレーから自らキープ、約6ヤードゲイン、ナンバー2-12、
南山大学相手陣25ヤードからサードダウン9。19番パスを投じようとしましたがプレッシャーから右に流れパスを投げ捨てました。フォースダウンに変わります。プレーナンバー2の13、南山大学フォースダウン9フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー15番、キックレングス43ヤード。このキックは失敗、無得点、攻守交代です。2の14、名古屋工業大学ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。フルバックのダイブプレー、キャリア44番、セカンドエンフォートで約8ヤードウェイ。プレーナンバー2の15、名古屋工業大学自陣33ヤードからセカンドダウン2。中央へのランプレー、キャリア26番、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の16、名古屋工業大学ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ワイドレシーバー81番、ピッチパスをキャッチアンドラン、約4ヤードゲイン。プレーナンバー2の17、愛知工業、名古屋工業大学自陣41ヤードからセカンドダウン7。中央へのランプレー、キャリア44番、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー2の18、愛知工業大、名古屋工業大学自陣43ヤードからサードダウン5。ここでホイッスル。名古屋工業大学前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。
名古屋工業大学前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-18 名古屋工業大学自陣43ヤードからサーダン5。ワイドレシーバー6枚のパスでしたが、このパスはショート、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-19 名古屋工業大学フォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。パンター2番、南山大学陣20ヤード付近でアウトオブバウンズ、コース交代です。プレーナンバー 2-20 南山大学ファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。キャリアは20番、ゲインは約4ヤード。プレーナンバー 2-21 南山大学自陣24ヤードからセカンドダウン6。前半残り時間3分を切ります。なにわ国10番ハンドオフを受け、右奥タックルをつきましたがノーゲイン、サーダウンに変わります。時計回ります。ランプレーは中で倒れた場合時計は回り続けます。プレーナンバー 2-22 南山大学自陣24ヤードからサーダウン6。3回目の攻撃、残り距離6ヤードを意味します。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック19番49番にパスを通しファーストダウン獲得。2-23南山大学ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。前半残り時間1分50秒を切ります。ランニングバックながらハンドオフから右を2つの走り、約4ヤードゲイン。しかし時計回り続けます。ナンバー 2-24 南山大学セカンドダウン6、ボールオン自陣42ヤード。前半残り時間1分15秒を切りました。パス不成功。クォーターバック19番84枚のロングパス、しかしオーバースロー。ただしパス失敗ですので時計止まります。プレーナンバー 2-25 南山大学サーダウン6、
ボールオン自陣42ヤード、試合時間前半残り1分。南南大学ファースター。クォーターバック19番、パスを登場させてスクランブル。しかし大きく前進、ファースター。外へ出たので時計止まります。ナンバー2の26南山大学ファーストダウンテン、ボールオン相手陣40ヤード、前半残り時間は49秒。パス不成功。クォーターバック19番ロングパス、ターゲット84番、しかしわずかにオーバースロー、セカンドダウンとなります。プレーナンバー2の27南山大学相手陣40ヤードからセカンドダウンテン、前半残り時間は41秒。クォーターバック19番キュービーキープ、約8ヤードゲイン、ここでホイッスル。南山大学前半2回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間は34秒。南山大学前半2回目のタイムアウトを使いました。プレーナンバー2の28南山大学相手陣33ヤードからサーダウン3、前半残り時間は34秒。中央へのランキャリア20番、しかしノーゲイン、ここでホイッスル。南山大前半3回目ラストタイ前半のラストタイムをタイムアウトを取りました。失礼しました、タイムアウトのカウントの誤りです。南山大学前半2回目のタイムアウトを取りました。南山大前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の29南山大フォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル、ボールオン相手陣32ヤード、前半残り時間は28秒。ランプレーを展開、キャリア20番、しかしこれは更新できず、4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。名古屋工業大前半2回目のタイムアウトを取りました。
プレーナンバー2-30、名古屋工業大学ファーストアンテン。ボールオン自陣34ヤード、前半残り時間は18秒。中央へのランプレー、キャリア26番。時計回ります。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、名古屋工業大学3点、南山大学0点、名古屋工業大ワンフィールドゴール以上で後半戦に移ります。